こちらございます。わしカフェとジャングル記念日で、今日は見てください、市役所に来ました。なんで市役所に来たんですか？今日はですね、特別に許可をいただいて、久喜市議会議長上条さんに、久喜市議会議長の上条さんに会いに来たんです。そんな簡単に会えるもんなんですか？簡単ではございませんでしたが、今日は議長の上条さんの議長室に行ってみたいと思います。はい、大丈夫なんですかね？ちょっとドキドキしましたね。でも早速行ってみたいと思います。これやめろって言われた。はい、来ました。なんとこちら、ここが議長室です。はい、ちょっとドキドキしてきました。では行ってみますか？いい、本当に大丈夫？知らないです。行ってみます。すごい、見て。どうぞどうぞ。すごい。うわー。どうぞ。お客さん用のセリ。あ、すいません。失礼します。失礼します。いやー、映ってる？すごくない？ね。もう私は多分一生に一度で。もう最初で最後になると。普通はこれ。そうですね。ちょうど合併して今年で10年目なんですね、久喜市がね。で、今ここに写真があるように12345 6人の方が議長されていて、はい、で、私はその真ん中に写真が3番目にあるんですけど、合併して3年目に1回議長やってるんですね。ですから今から7年前に1回この議長室を使わせてもらって、でまた新たに議長に選出されたので、またこの席を使うことができるという状況に今あるんですね。はい、もともと鷲宮町で、3年3ヶ月合併までのね間議長をずっとやってきてたんで、合わせて議長経験の長さっていうのが結構埼玉県の中でも長くってこの前表彰を素晴らしいいただいたんですよ。すごい。実は議員のバッジっていろんな種類があるんですよ。1種類だけだと。まず一般議員さんのバッジの種類があって、はい、であと議長さんのバッジの種類があって、違う。そう、長さによって中の真ん中の銀色のこれが宝石に変わってくる。20年ぐらいやるとルビーになって、はい、で次にエメラルドになってで最終的には50年までいくとダイヤモンドになる、はい、だから議員さん同士でこう集まった時にパッとバッチ見ると「おっこいつやげえなこいつやるな」みたいな。一般の人だと弁護士バッジと議員バッジの違いが分かんないから。そうだね。で弁護士バッジっての後ろに登録番号がついてるから、仮に落としても誰のバッジですよって分かるんだけど、議員バッジを落とすともう分からないもう一回買い直さなきゃいけない。はい、その代わり買うんですね。そう、買うと今度は1年生のバッジを買うの。じゃあもう例えば10年20年やってすごくその歴史のあるバッジをなくしちゃったら、もう結局もうそれは二度ともらえないから、はい、だから結局1年生のバッジをもう一回つけるのも、もう一回一からやってから。普段議長さんってどんな仕事をしているのかな、気になりますね。そうだね。久喜市もそうなんだけど、大体こういう地方自治体の議会っていうのは年4回定例会があるのね。その議会の運営っていう仕事がまず一番ですね。30日ぐらい議会が開いてるんだけど、その30日間は議会ですよってまず宣言をして、初めて議会が始まってるわけよ。だからすごく儀式的なものであるんでね、まず開会します。でそこからこうずっと始めていって、一般質問というか、こう最初一般のこう議員さんが久喜市のいろんなこの細かい事務に対して質問ができる。でそれの采配を私がする。要するに A さん、B さん、A さん、B さんってずっとなんか采配してるっていう感じでね。一番大事なのが、採決っていう部分なんで、ね、大体この前の議会だと、1号議案っていうか、大体50議案ぐらい議案が上がってくるんだけど、はい、この議案に対しては賛成なのか反対なのか、議員さんの挙手、って普通手を挙げるじゃない、はい、ここでは規律なのね。うん、賛成者の規律を求めますって立つわけよ。それを50回。それを50回。うん。だからやっぱりこう、はい、見てる人がやっぱりこう立ったり座ったり立ったり座ったりしてるから結構な重労働なんだよね。うん。で一応久喜市議会ではまあ結構まあ先進的なんだけれども、タブレットって今これ議員さんが全員これ持ってるんだけど、はい、このタブレットで今度採決を行うように今しようかなって今検討していて、早ければ今年の11月ぐらいにちょっと試験導入しようかなと、はい、そうすると賛成の方の規律を求めますって言った場合に誰が賛成して誰が反対したのか分かんないんでね、立ってパッと座っちゃうから、うん、だからそうだとこうテレビ中継はしてるんだけれども、テレビ中継してるかもうちが応援してる議員さんは賛成したの反対したのってのが分からないから、ね、だいぶ後になって議会だよりっていうので、この議員はこの議案に賛成した反対したっていうのが一覧表で出てきて、初めてあなんだうちの町の議員さんはこう反対してたんだ賛成してたんだっていうこうまあ話になってくるんだけど、はい、実際このタブレットにそれを導入するとすごくそれが早くなるんでね、一瞬にして誰々議員が反対誰々がいいっていう中継してる画面にも出るし、はい、議場内の画面にも出るっていうものなんで、だからちょっと今11月からちょっとそれをやってみようかなって今ちょっと。なってるんだけど、はい、まあ議員さんたちが対応できるかどうかが心配ではあるんだけどね。うん、うちの議会っていうのは、まあ、この議長室もそうなんだけど、Wi-Fi が全部通ってるね。はいはい、だから議場内で普通にパソコンが使えてしまう。はい、他の議会はもう携帯電話を事務局に預けて議場に入らなきゃいけないってことがある。やっぱり議会によってその温度差っていうのかな、この IT とか ICT のこの温度差ってのはすごいあるなと思って、基地は本当に早い進んでる方なのかな、はい、だからよく他の市から視察に来るんだけど、そうするとびっくりして帰ってくるね、こんなに進んでるんだって、うん、ちょっとそういうところはちょっと自慢できるところかな、市議会としては。はい、うん、休み、休み、自分で休むっていう意思を持って休むしかないんで、基本的にだから休みはないのかな、あんまりだから自分は休みを取らない。うん、じゃあ日曜日も大体仕事が入ってきてる。この市役所がお休みでも今度は市内のイベントがあるからいろんな土日は、そう土日は大体イベントがあるんで、お祭りだとかそういうのにやっぱり呼ばれれば当然行って挨拶してっていうような感じでね、まあ一日こう拘束されるわけではないけどね、うん、自由な時間がなくなっちゃう。そうそう、あどうぞよかったらお茶。はい、ありがとうございます。自由な時間がないよね。うん、いただきます。ここで飲むお茶がさ、そのやっぱり中には怒られるじゃない。怒られにくいから、多分お茶の味なんかわかんないんだろうね。うん。これは何茶？これは多分久喜市の市内業者から全部ポンと取ってるから、はい、多分その中がお茶だと思う。なんか怒られに来てでもお茶どうぞって言われても飲んでる心境じゃない。大体まずまあお茶をって言ってるんだけど、まあやっぱり、うん、中にはやっぱりこうカチャ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 もうガクガクしながら私ここ初めてなんですなんてね、いう人もいました。うん、中には、うん。だからやっぱりここの議長室に来るっていう職員さんはあまりやっぱりこういい気持ちでは来ないと場所なんじゃない？ああ、うん、あ何したのかな。怒られるのかな。これ多分この議長室をコンコンと開けれるんだよね。また今日はね、どうしても聞きたかったことがあって、うん、上條さんが初めて、うん、このラキスタに町おこしをできないかと、うん、商工会に話したっていうのを聞いたんですけど、うん、その時のお話を聞かせていただけたら。はい、わかりました。まあ当時まあテレビ埼玉で、まあ、夜公演されてたんでね、ラキスタっていうのは、はい、うん、で当時その何気なくまあザッピングをしてたらなんとなくそのオープニングにぶち当たったんでね、はい、でたまたまその日はもう最後の方のオープニングしか見れなくて、でアニメが始まっていくっていう。でさっきのオープニングってどっかで見た画面だなって思いながらまた次の週たまたま同じものを見ちゃったの。そしたら間違いないこれって鷲宮神社だ、それもうちら青年部が作った大鳥茶屋だと、はい、うん、なんでこんなのがアニメになってるって言って商工会の当時の担当だった坂田職員に連絡をして「ちょっと調べてくれない」何か私は多分見間違いじゃなければあれは私たちが作った大鳥茶屋と。それがそのアニメのオープニングになってるから、まあ、ちょっと調べてくれ言ったら、まあ、また連絡が来て「だからラキスタというなんかアニメらしいんですよ」と「そっから先は分かりません」っていう話からまあ始まって、それと同時に角川さんが聖地巡礼マップっていう当時なんか付録で作って、はい、まあそのこれを付録についてここを見に来たと、はい、でいう人が多くなってきて「あそうなんだ」で初めてその聖地巡礼マップというのが付属していて、そこに鷲宮神社がオープニングで紹介されていた案内と絵と一緒にまあ載せたで、その人たちに今度は逆にインタビューしたんでね、うん、何か欲しいものってあるんですかって言ったら「ここに来た証が欲しい」って言うんですよ。証どういうんですかって言ったら「お土産みたいのがあればいいです、ここに来たって分かる」ですぐまあ島田歌唱さんと。まあ、坂田と私で打ち合わせをして何かないかと、じゃあもう本当にまんじゅう作ろうということで、一番最初の町おこしっていうのは実は聖地巡礼まんじゅうなんでね。知らないですね、うん、聖地巡礼まんじゅうって今写真どっかにあるのかな、最初そのまんじゅうを作ったわけよ、はい、普通のまんじゅうに外紙だけ聖地巡礼まんじゅうっていうの、そしたらやっぱりそれをみんな買い求めていくようになって、はい、で当時まだツイッターとかフェイスブックとかの SNS は全然流行ってない時代だったから、だからまあみんなどうやってそれを、ね、ここに行くとそういうのが買えるって共有してるのかちょっと分からなかったけども、はい、まあなんとなくそれを買い求めに来る人があって、でそこからこうもしかしてこれはっていうことになって街づくりにつながっていくんでね、こういうのがねやっぱり鷲宮ならではのスタイル、やはりそこにまあ一番成功の要因は業者を入れてないことなんでね。あ、確かに業者は入ってない、うん、業者をこれ入れて丸投げしちゃったら業者さんもやっぱり利益を出さなきゃいけないし、で業者さんだって本当にそのラキスタというものが好き、そして鷲宮というものが好きかどうかってまた別の話になっちゃうから、で結局やっぱり長続きしないで1回2回の単発のイベントは成功してもやっぱり10年以上続くっていうのはなかなか難しかったんじゃないかな。はい、今はとりあえず10年続いてるっていうのは、まあ、そういうところにあるのかもしれないね、まあ、そういうのを最初に発見できたっていうのはすごく、まあ、いい経験をさせてもらったかなって思ってる、うん、今度9月にそうですね9月1日に、まあ、またバーベキュー大会を行いますのでこれもすごいイベントですよね、うん、で今回はね声優の福原さんも、ね、はい、参戦していただくと、うん、まあで何をするのって聞いたら「なんか焼肉焼いて食べるみたいですよ」ってすごいざっくりだなって本当去年なんか想像以上に人が来て盛り上がって、そうだね、うん、まあ、初めてだったからいろいろ問題点はねあったけどね、例えばお肉を1人1セット1プレート渡しちゃったんですよ、はい、そしたら3つぐらい手がないとダメなのね、まず肉を持つ手焼く手、そしてタレにつけてあれ手が足らないっていうのに気づいたのよ。今回もちろん。あ、もちろん。行きますんで。はい、去年は黄色いカッパ着て働いてましたので。もう降ったりやんだりだったから。詳しくはホームページを見てください。はい。もうなんか言い出したから言い出していいです。お茶をね。俺だけお茶違う。すごい珍しい味だなと思って。梅干しみたいな。あ、そう。嘘でしょ。俺すごくさ。どんな味？もう一回飲んでみ。ちょっとね。あれ宇宙食に言わないとダメかな。なんか梅干しみたいな。お茶で、だからこれどこのお茶なんですかって、なんか珍しいお茶だなと思って、なんか夏バテ予防のあれなのかなと思って振ってみたら全然色違うから、私と議長は同じお茶なんです。普通のお茶ですか？はい、なんか普通の、あ、こういう特別なお茶。それちょっと飲んでみて。あれやっぱ梅干しの味する？うん、普通のお茶です。でしょ？はい。うん。あ、やったな。全員でやったな。実はこれ黒酢なんです。あ、黒酢なんですか？黒酢ウーロン茶なんです。ああ、もう先ほどね、仕掛け人からちょっとお願いしますというお願いされまして、一つだけお茶をまあ入れ替えてあったんですね。いや、疑問には思ってましたずっと。じゃあ。せーの、丸なんですか？あ、ここはやばい。一回これはね、絵になってるんですよ。ポスターを作るべき。よく覚えてる。上条議長は私は一番上の。写真撮ってください。